カンツォーナもしくはカンツォン、カンツオンアラ・フランチェーゼは、楽曲形式の一つ。ルネサンス期に発達した、気楽曲の形式である。この名称はイタリア語で楽曲を意味し、16世紀、フランスのポリフォニックなシャンソンを、気楽用に編曲したものであったが、後には同様の形式によりながら、原曲を持たず最初から、気楽のために作曲されたものも現れた。 17世紀頃までは多くの作曲家が肝臓なを作曲した。風ガと同様の様式を持つものが多い。すなわち主張で示された主題に続いて、俗調な内視俗音を軸とした応答が示される。類似した様式を持つリチェル・カーレやファンタジアに比べて、躍動感のある主題を用いることが多い。16世紀のシャンソンが特徴的なリズム定型で始まることから、 器楽曲の肝臓なも通常このパターンを踏まえて開始する。曲はしばしば段落で区切られ、段落ごとに偶数拍子と奇数拍子の交代が行われる。これも16世紀のシャンソンの特徴を踏まえている。拍子の交代に合わせて主題も変形、装飾される。ありがとうございます。